支配下を狙う雑草スラッガー。2022年シーズン、B クラスに沈んだ球界の名手、読売ジャイアンツ。ドラフト会議では、高校生ナンバーワン外野手の浅野翔吾選手をドラフト1位で引き当て、2位でも慶応義塾大学のスラッガー、萩尾雅也選手を獲得。上位指名で徹底して野手を指名し、積極的な打撃強化を図っています。そんな中、育成ドラフト6位という明らかにしんがりの立場からトップ集団入りを狙っている選手がいます。彼の名前は、三塚瑠央選手。育成枠としての指名。高卒ルーキーという決して恵まれていない立場でありながら、すでに期待のホープとして名前が挙がっています。三塚選手の魅力は一体何なのか。雑草スラッガー、三塚瑠央選手について紹介します。父と始めた野球人生。2004年5月10日、千葉県で産声を上げた三塚瑠央選手。小学生の頃に彼が野球を始め、プロ野球選手を夢見た時、その夢に誰よりも熱心だったのが、三塚選手の父親、純平さんだったといいます。自身に野球経験はなく、技術的な部分の指導はできなかったものの、いつも三塚選手の練習に付き合っていました。また、小学生ながら純平さんの指導で三塚選手は食事のトレーニング、いわゆる食トレを行っていたそうで、お父さんが熱心で体を大きくしないとプロ野球選手になれないと言われました、と三塚選手は語っていました。毎日白米をなんと1キロも食べていたため、始めたばかりの頃は何度も戻し、涙を流しながら無理やり胃袋に米を流し込んでいたこともあったそうです。また、息子の夢に対してであればどこまででも熱くなれた純平さんは、なんと自宅の部屋の一室を野球部屋に改造。屋内ながらバットを振り込める環境を作り上げ、三塚選手もその思いに応えるように、毎日1000本、夏休みは倍の2000本振っていました、と当時について語っていました。バッティングの形を決めるのに重要とされる素振り。三塚選手は小学生の頃から鍛錬を積むことによって、徐々に野球選手になっていきました。父親からの環境面での支えにより、素晴らしい体育と鋭いスイングスピードを手に入れた三塚選手。中学時代には学校の野球部ではなく、高いレベルの選手が集うシニアリーグで結果を残したこともあり、群馬県にある桐生第一高校から声がかかります。桐生第一高校といえば、1999年に甲子園で優勝を果たした名門校。プロになった先輩も、日本ハムファイターズで左の先発として活躍した正田樹選手や、楽天設立当初のエースピッチャー、市場康弘選手。2011年のドラフト会議で3球団競合になった、本格派左腕、藤岡隆弘選手など数多くおり、三塚選手、そして父純平さんの夢であるプロ入りに向けては、火の打ちどころがない環境でした。全国の猛者が集まる強豪校。しかし、その中でも三塚選手は、原点である父とのトレーニングを忘れることなく、ひたすら野球に向き合います。高校入学後、初めて公式戦がない時期となった1年生の冬には、コンポジットバットを練習に導入。金属バットと比べて、骨格部分はカーボンなどの素材で、周囲に木材が貼り付けられたトレーニング用である関係から、打球が飛びづらくなるコンポジットバット。そんなバットで練習していた理由について、三塚選手は、スイング軌道を考えるきっかけになると語っていました。というのも、プロで使われるバットでは、芯で捉えるバッティングをしなければ打球が遠くまで飛んでいかないのに対し、金属バットはその材質もあり、芯は一応あるものの、芯以外の場所でボールを打ち返してもある程度飛んでいくという特性があります。よって、芯を考えずに力任せにボールを飛ばす、いわゆる金属打ちと呼ばれるバッティング方法を実践している選手は、確実性が低くなったり、プロに入ってから木製のバットの対応に苦慮してしまう例が見受けられます。決して力任せにバッティングをすることなく、三塚選手はプロ入り後も見据えて、コンポジットバットでボールを芯で捉えるイメージができた。今まではボールを点で打っていたけれど、線で打つイメージができるようになった、と語っていました。高校1年生という一般の高校球児であれば、普段の練習についていくのが必死な中、原点である自宅の野球部屋同様、スイングの一つ一つを考え抜いていたことを明かしていた三塚選手。また、最後の学年を前にした高校2年の冬には、積極的な食トレも開始、身長182センチに対して体重92キロという高校生とは思えないほどの圧倒的な体育を手に入れることに成功し、その体から生み出される長打力は超高校級。ハマった打球は両翼95メートルの外野ネットを越え、グラウンドの外へ、近所の工場から野球ボールが危ない
というクレームが来てしまうほどでした。春には練習試合や公式戦においても長打を連発し、いつしかプロ注目の逸材になっていた三塚選手。しかし、ここで思わぬ苦難が待ち受けていました。まさかの怪我、ギリギリでの指名。高校生とは思えない体の大きさと長打力から、プロからの上位指名も予想されていた三塚選手。そんな彼の評価が一気に落ちてしまったのは、3年生夏の大会前の故障でした。この故障により、打撃面では大きな問題がなかったものの、守備走塁の能力が著しく低下。外野の守備範囲は非常に狭くなり、以前は対応できていた飛球を取りこぼすことも多くなってしまいました。三塚選手の高校時代を知る関係者は、怪我もなかった春でのパフォーマンスは申し分なかった。打球に対する反応も良く、打球に追いつくまでのスピードも悪くない。何より最速144キロを計測する抜群の強肩。おそらく夏は試合に出場できる状態でなかった。きっと執念でプレーしていた、と語っています。ドラフト指名に向けて最後の追い込みとも言われ、最も大切な時期である3年生の夏に、打撃は良いがそれ以外が良くない、というスカウト評価を受けてしまった三塚選手。迎えた2022年10月20日、ドラフト会議の支配下指名69人に彼の名前はありませんでした。続けて始まった育成ドラフト。次々と球団が指名を終了し、会議のテーブルに座っているのはソフトバンクと巨人の2球団だけ。育成ドラフト6位で巨人から指名された三塚選手の前には、すでに100人近い選手が名前を呼ばれていました。ギリギリでのプロ入りとなった三塚選手。群馬県内のホテルで行われた入団会見では、一番はバッティングなんですけど、守備でも走塁でも走攻守三拍子揃ったということを売りにしてやっていきます。少しでも早く支配下登録されるように頑張っていきたい。球団を代表するようなみんなが知っているような選手になりたい、と意気込んだ三塚選手。ずっと巨人ファンでプロ野球選手になりたかった。どっちの夢も叶って嬉しい、と父との夢が叶えられたことを喜んでいました。また、プロ入り後に受けた取材では、お父さんの指導がなかったら今の位置にはいないと思います。と父純平さんへの感謝を語っていた三塚選手。高卒外野手、育成枠ということもあり、ファンや関係者も数年後に出てくることを楽しみにという雰囲気だったのですが、キャンプすら始まっていない時期から三塚選手は2023年の新星として名乗りを上げることとなりました。巨人の雑草スラッガー三塚選手の話題。2023年巨人の新人合同自主トレ、球団史上初の高卒外野手1位指名となった未来のスター浅野翔吾選手や慶応出身のエリート萩尾雅也選手に注目が集まる中、三塚選手の名前が初めて世に出たのは少し不名誉な形でした。それは1月15日に自主トレ内で行われた1500メートルの長距離走。支配下指名5人、育成指名9人によって争われたのですが、なんと三塚選手は最下位。持久走は小学校の頃から苦手と悔しそうに語っており、報道陣が詰めかける中で悪目立ちする格好となってしまいました。しかし1月22日に行われた室内打撃練習では、同期最下位という称号が嘘かのように快打を連発し、スポーツ紙からも飛距離では同期ナンバーワンと完全に汚名を返上。また読売ジャイアンツの YouTube 公式チャンネルに三塚選手のバッティングの映像が公開されると、ファンからは意味わからんくらいスイング早いな、体ができすぎてる、とドライチの浅野選手と遜色のないスイングに度肝を抜かれたというコメントが多く寄せられていました。三塚選手に対する球界関係者からのコメント。続いては球界関係者からの三塚選手に対するコメントを紹介していきましょう。まず三塚選手に対して高い評価のコメントを残しているのは担当スカウトの内田剛氏。現役時代は中日やオリックスの前身球団である阪急、ソフトバンクの前身球団であるダイエーでプレーし、2019年からは巨人のスカウトに就任し、菊田博和選手や井上春人選手を担当した内田スカウトですが、三塚選手に対しては育成枠の指名とは思えないほど太鼓判をしており、選手のタイプとして力強いスイングからの長打力が魅力の三拍子揃った大型外野手とドラフト1位選手のような好評を口にすると、特に高校3年生の夏に故障してしまい評価を下げる要因となった守備能力に関しても、守備範囲は広く肩が強くてスローイングが正確でレベルは高いとしており、まだまだスキルアップが必要だが体は力があり将来スラッガーになる可能性が十分、楽しみな素材と全ての面において高い評価をしていました。またもう一人高い評価をしているのは
三塚選手の故障についても解説していた高校野球に関するサイトの記者。その記者は長きにわたって高校野球を見て、様々なスラッガーを見てきたと語りつつ、三塚の打撃技術、飛距離、打球速度の速さは例年ドラフト上位指名を受けてきた逸材と比較しても負けていない、としつつ、昨年見た三塚の打撃練習は、前川右京選手の高校時代に引けは取らないと思った、と智弁学園の主砲として活躍し、2021年ドラフト4位で阪神タイガースに入団、2023年のブレイクが期待されている前川選手と比較して大絶賛。また、合同自主トレにてファンからの評価が一気に上がっていることに関しても、その能力の高さがしっかりと評価されているからだろう、と手放しに三塚選手を褒めたたえていました。また、内田スカウトと同じように三塚選手の守備能力は非常に高いという評価をしており、最速144キロを計測する抜群の強肩がある。足が感知した時の守備力は高校生として上級。打球に対する反応も良く、打球に追いつくまでのスピードも悪くない。とにかく絶賛。今後は守備面もアピールしてほしい。とエールを送っていました。また、同じ記事において、持っているポテンシャルの高さは一級品。本指名されていてもおかしくない選手。まずは3軍で格の違いを見せつつ、2軍での出場機会をつかみ、そこでも大気の片鱗を伺わせる打撃を見せてほしい、と、具体的な成長プランまで提示されており、三塚選手には記者に期待させる何かがあることを思わせてくれます。そして最後に紹介するのは三塚選手にチームの中心選手である坂本隼人を彷彿させるという記事。この記事では、三塚選手の打撃スタイルなどについて語っているのですが、記者曰く、三塚選手の打撃スタイルは、野性味あふれた打撃スタイル。また、長打や本塁打を打った時のバットのさばきは、まるで坂本隼人選手のようであると語っていました。また、三塚選手のスクエアスタンスのバッティングフォームに関しては、グリップを肩の位置に置いて背筋を伸ばしてバランスよく構えることができていると高評価。コースに応じて瞬時にスイング軌道を判断し、打ち返すことができる反応の良さがあるとしていました。三塚選手の意気込み。以上のようにファン、並びに球界関係者から高い評価を得ている三塚選手。本人はプロ入り後、どのような生活を送ろうとしているのでしょうか。続いては三塚選手の言葉を紹介します。まずは理想の選手。自己 PR によると、かねてより巨人ファンということもあり、憧れていた選手は2009年の WBC 日本代表選手として選ばれ、同年のシーズンには最強の5番打者として25本の本塁打を記録。2021年限りで惜しまれながらも引退をした亀井義行氏だったそうですが、プロとしての目標は、昨年限りで現役を引退した元日本ハム、オリックス、阪神の糸井嘉男氏。プロ野球選手の中でもトップクラスの身体能力を誇り、2016年には当時最年長の35歳2ヶ月で盗塁王のタイトルを獲得。結果的に達成はできなかったものの、トリプルスリー達成の可能性があるとも言われた超人同様、類稀なるパンチ力を持ち、元投手がゆえの強肩を持つ三塚選手は、プロでの体制を目指しています。ちなみにそんな三塚選手の好きな食べ物は、中華料理の人気メニューである小籠包。なんでも今までは肉が好きであったものの、とある中華料理店で食べた小籠包が恐ろしいほどに美味しかったそうで大好物になったとのこと。また、野球以外に自慢できるところを記者に聞かれた際には、一人の人を一途に思い続けるところ、と照れくさそうに答えた三塚選手。少しだけずれた回答に感じる三塚節も、糸井嘉男氏のような選手になるために必要なピースなのかもしれません。1年目、しんがりからの飛躍。球界の名手である読売ジャイアンツに入団した三塚選手。プロ入りに至るまでの過程には、父からの支え、高校時代の飛躍、そして挫折がありました。育成ドラフト6位という決して高いとは言えない三塚選手の指名順位。しかし、2023年の WBC では、オリックスの優勝に貢献した速球派である宇田川優希選手が育成ドラフト3位、足のスペシャリストとして活躍が期待されるソフトバンクの周東右京選手が育成ドラフト2位、正捕手としての起用が予想されるソフトバンクの甲斐拓也選手に至っては、三塚選手と同じく育成ドラフト6位での指名と、育成枠出身の選手たちが3名も選抜されるなど、旋風を巻き起こしています。まだ戦力としては計算できないダイヤの原石を発掘することが主たる目的である育成選手制度。導入から20年近くが経過しているものの、未だに高卒ルーキーながら支配下登録をされ、
1軍での大活躍に至った選手は存在しません。果たして三塚選手はこの新たなパイオニアとなることができるのでしょうか。現在12球団の中でも最大クラスの育成選手48名が在籍する読売ジャイアンツ、ここからいち早く抜け出したとしても、そこからは支配下登録選手として次なる戦いの舞台が待っています。巨人において長い間待ち望まれている左の和製大砲、数ヶ月後外野のポジションにあるのは父と共に夢を叶えた雑草魂スラッガーの姿なのかもしれません。三塚瑠生選手の今後の活躍に期待です。